はい、どうも皆さん、こんにちは、ナブです。今回なんですけれども、USC でイギー・プロハースカ選手がタイトルマッチ挑戦することが決まりましたので、チャンピオンの強さとかをね、調べてきましたので、勝敗予想していこうと思います。まずチャンピオンですね、グローバー・テイシェイラ選手ですね。戦績は33勝7敗、そのうちの KO が18回、1本が10回っていう感じで、結構 KO の方が多いんですけれども、しっかり1本も取れるオールラウンダーの選手ですね。最近、なんかすごい頭角が現れてきてポンポンポンとチャンピオンになった選手ですね。お互いの特徴を言っていきます。まずチャンピオンテイシェラー選手から言っていきます。1つ目タックルと打撃のプレッシャーですね。で2つ目無尽蔵のスタミナ、これは組のスタミナと打撃のスタミナどっちもですね、なんか組のスタミナがめちゃめちゃ強い感じはあります。3つ目打たれ強さですね。1回効かされたんですけど、そこから6秒で回復して逆転 KO 勝ちっていう試合とかもあるんで、よかったら皆さん見てください。で4つ目グラップリング力ですね、これはバックキープだったりとか、決めに行く力もそうなんですけど、決めに行こうとするだけじゃなくて、なんかマウントに切り替えてパウンドで終わらせたりとかっていうグラップリングが強いですね。相当なんか塩漬けするグラップリングじゃなくて、決めに行くグラップリングがすごい強い感じですね。パウンドでも1本でもっていう感じ で5つ目壁レスリングですね。1つ目に挙げたそのタックルと代理のプレッシャーでケージギアまで詰めたら、そこからはもう雑にタックルして壁レスリングに行けるっていうところが強いなと思いました。で次ですね、イリープロハースカ選手の特徴を挙げていきます。ライジンのライトヘビー級のチャンピオンですね。元1つ目フリッカージャブのような変則的な打撃、結構ねイリー選手ガード下げて下からパンパンって速い打撃当てるのが特徴的ですよね。結構見づらいのかなと思います。2つ目腰の強さですね。めちゃめちゃね腰強いんですよイディ選手。スタンスが広いんで、結構カーフキックとかもらったりするんですけど、スタンス広い分タックルも前足引いてしっかりバービースクワットみたいな感じでバーンって切れますし、結構ね相手低く入ってきたらガブって膝蹴りとかもしてるんで結構強いなと思いました。で3つ目がやっぱりその今言った膝蹴りですね。スタンド状態から相手の顔面に届かせる、なんかもう本当に垂直に飛ぶ膝蹴りみたいなのもできますし、ガブってガブられてタックルされてるんですけど、そこから膝蹴りしてますね顔面に。それで KO とかはあんまりなかったと思うんですけど、そこからまたなんかタックルで倒されないんですよね。足が空中に浮くんですけど膝蹴りで1回それでも倒されないっていう腰の強さもあって、これすごい強いなと思いました膝蹴りが。で4つ目決めに行くメンタルですね。なんていうんですかね、結構一発当てて効かせた後に待っちゃう選手とか多いんですけど、そこからラッシュかけれるメンタルと打撃の力は相当強いなと思いました。これは USC でも発揮してるんで世界にも通用するのかなと思いまして、でこの両選手の特徴を踏まえて勝敗予想していくんですけど、私は3ラウンドイリープロハースカ選手の、2ラウンドイリープロハースカ選手 KO 勝ち予想したいと思います。なんでかって言いますと、テイシェイラ選手、打撃とタックルすごい上手ではあるんですけど、速い打撃にねあんまり対応できてないんですよ。結局その後なんかスタミナ勝ちとか打たれ強さで、後半相手の選手がバテて勝ったりっていうのあるんですけど、イリー選手結構体の力抜けて、なんか力抜きどころうまいんで、スタミナ切れではないんじゃないかなと思いました。あと腰の強さですね。結構ケージ際とかでタックルされてもカットできるんじゃないかなとは思うんですよね。イリー選手そこの対策絶対してると思うん で、あとそういう近い距離感になったら打撃で圧倒できると思うん で、あとプレッシャーにすごい強いんですよ。イリー選手も結構プレッシャーかける選手で、でケージ際でのタックルがテイシェイラ選手は上手なんですけど、プレッシャーをイリー選手がかけてちょっとでもテイシェイラ選手より強ければ、リングというかケージの中央で戦うことができると思うんで、タックル入られることは少ないかなっていう。で2タップもスタンス広いんで取れないと思うんですよねイリー選手からは。なんでもしタックル来たら膝蹴りとか合わせたりとかして、できるだけグラップリング寝技には持ち込まれたくない、タックル切って打撃で圧倒して勝ってほしい
勝つんじゃないかなと思いました。まあ、今回がね結構早めにチャンスが来たんで、まあ、イディ選手が1位じゃないんですよ、 USC のライトヘビー級の。まあ、なんで結構、まあ、2位なんですけど、まあ、運よく回ってきたチャンスではあるんで、ここしっかり決めて、まあ、ライジン出場者が、ライジン元チャンピオンがね USC チャンピオンになるところをぜひ見てみたいなと思いました。ということでお疲れ様です。